はい、こんにちは。じゃあ、理科の授業始めるよ。今回ね、電流の大きさについてやっていく。で、豆電球を、ね、光らすような問題なんだけど、少しずつね、ややこしくなるからね、一個一個理解していこうね。じゃあ、まずね、やっていくのが抵抗。抵抗って何かって言ったら、電気がね、通りにくくするね、抵抗があるとね、電気が通りにくくなるんだね。で、電流の流れにくさっていうのを抵抗っていうふうに言うんだけど、金属線、つまり、流れにくいような線ね、金属線の長さが長くなるほど、また太さが太くなるほど抵抗は大きくなり、電流の大きさは小さくなる。文章に書いてあるこういうこと。例えば、ね、金属線、豆電球とかに、ね、フィラメントっていうのがあるんだけど、それがね、要は金属線、つまり流れにくい部分、これの長さが長くなるほど、つまり流れにくいものが長ければもちろん長い道、流れにくい道がね、たくさんあったら、ね、抵抗大きくなるよね。で、太さが細くなるほど、細い道ほど流れにくいよね。抵抗は大きくなって、抵抗が大きくなると電気が通りにくくなるから小さくなるんだ。いいかな。じゃあね、ちょっとね、イメージしていこうか。道があります。で、金属線の長さ、つまり普通の道ではなくてちょっと通りにくい道だ。通りにくい道がある。で、その通りにくい道をこう必死にこう中で、ね、人がこう歩いていくんだよ。通りにくい道を人が歩いていく。何人もの人がいっぱい歩いていく。で、その道が仮にここからここまでだと、ここを通ったら、あとは通りやすい場所に広場に出るんだけど、ここがやっぱり通りにくいんだ。で、その長さが長くなれば、この辺がね、どん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 疲れてきてね、もう最後出る頃がヘトヘトになってる。こういう感じでね、やっぱり長くなれば長くなるほど、やっぱり通りにくくなるんだ、どん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 ね。だから、通りにくい道嫌だなと、こんな道進むの嫌だなということで、この電流群ね、電流群は少なくなる。だから、電流の大きさは小さくなる。長い通り道だとね、長い通りにくい通り道を通るのは嫌だから、電流は小さくなるんだ。で、あとね、太さが細くなるほど、この通りにくい道が細くなりました。細くなったら、これと立って歩けない。ちょっとこう、鏡ながらね、こう歩いていかなきゃいけない。この鏡ながら歩いていくの大変だよね。これ、もっとこれよりかもっと通りにくいよ。こんな通りにくい道、あんまり行きたくないよね。だから、細くなるほどね、抵抗が大きくなって、抵抗が大きくなると、電流ね、つまりこの中を通ってくるようなね、電気の人たち、この人たちは少なくなる、要は小さくなる。というね、こういった仕組みだ。イメージつくよね。じゃあね、ちょっとね、表でまとめてある。まず、金属線の長さが 0.5 倍、つまり長さが短くなる。短くなると、通りにくい、つまり抵抗も同じように短くなる。で、短くなったら、要は通りやすくなるんだから、電流は2倍になる。いいかな。これ、反比例してる。で、逆に金属線の長さが2倍になる、長い通り道ね、になると、通りにくさ、つまり抵抗も長くね、2倍になっちゃう。で、2倍の通りにくい道だから、電流は半分の 0.5 倍になる。いいかな。これ全て反比例してる。だから、反比例、わかるかな。例えば、0.5 倍、これ 0.5 って、つまり分数で言ったら2分の1だよね。2倍っていうのはつまり1分の2だよね。分子分母を反対にしたっていうような感じね。だから、例えば、金属線の長さ、つまり抵抗の大きさが3倍になれば、電流の大きさは3分の1倍になる。分子分母を逆さまするみたいなイメージしてくれたらいい。いいかな。じゃあ、その下行こう。直列つなぎと並列つなぎ。まず直列つなぎから。豆電球2個、3個というふうに直列につなぐと、抵抗の大きさは2倍、3倍となる。つまり、
こう通りにくい道、豆電球っていうのはこれ通りにくい道なんだ。この中にフィラメントっていうね、細い線が入っている。これはとても通りにくい場所なんだ。じゃあその通りにくい場所が2つあるんだ。2つあると、さっきの金属線の長さが2倍になったのと全く同じ。2つあると通りにくい道が2倍になるんだ。通りにくい道が2倍になるんだから、抵抗の大きさは2倍3倍というふうになっていく。抵抗の大きさが2倍3倍ってなったら電流はどうなる？大丈夫。抵抗の大きさが2倍3倍ってなれば、横に一応書こうか、電流ね、電流の大きさは2分の1倍、3分の1倍となる。ちょっと横狭くなってきてね、2分の1倍、3分の1倍となる。で、下の並列つなぎ、並列つなぎはどういうことかっていったら、豆電球2個がこう並列でつないであるでしょ。ということはこれ道が太くなったって考えたらいい。つまり通りにくい道が2個あるんだけど、どっちの道通ってもいいんだよ。まあよく言えば、渋滞する道がありました。渋滞する道は、今まで1本だったんだけど2本になりました。2本になったら通りやすくなるよね。渋滞がマシになるって分かる。道が2本になったんだ。上の道を行ってもいいし、下の道を行ってもいい。となるとこれ通りやすくなるって分かるかな。だから道が2本になったんだから、これ通りやすくなるんだ。つまり抵抗は2分の1倍、3分の1倍になる。で、抵抗が2分の1倍、3分の1倍になるということは、同じように書くと、ちょっと省略するね。電流の大きさは2倍、3倍というふうになります。わかるかな？道が広がって通りやすくなった。通りやすくなったから、電気は2倍、3倍とたくさん電気がね、通れるようになりますっていうことね。大丈夫かな？ちょっとね、抵抗のイメージをね、きちんと掴んで、抵抗のイメージさえできれば、電流がどうなるかっていうのは、おのずと分かってくるからね。じゃあね、次のページ行くね。じゃあ次のページね、ちょっとややこしい回路をやっていく。豆電球の直列並列つなぎや複合した回路、つまりくっついてる回路ね。じゃあ、まず上の回路からしていく。電気はプラスから流れてマイナスに行く。プラスから回ります。ここ、道が2本に分かれてます。上は通りにくい道が2つ。下は通りにくい道が1つ。2本道です。で、くっついてまた戻ってきます。こんな回路ね。で、こんな回路があった場合、まず抵抗を考えよう。抵抗は、例えば豆電球1個の抵抗1とすると、豆電球2つの抵抗は2になる。これいいよね。これ1とすると2になる。じゃあ、電流は？ってなったら、上の方が通りにくいんだから、上の方が電流は少なくなるということも分かるかな。で、この回路の場合、まず考え方説明するね。これとこれを別に考える。つまり、簡単に言ったらこういうことだ。ちょっと図を書くけど、まずはこう上の道を取る場合、つまりこういう感じね。これね、上の道を通る場合と下の道を通る場合、こんな感じかな、こんな感じかな。上の道を通る場合と下の道を通る場合、こう通る場合とこう通る場合、これを別々に考えるんだ。別々に考えるとどうなるかって言ったら、上の場合はこれ抵抗が2、抵抗が2になる。下の場合は抵抗が1。いいよね。上は抵抗が2、下は抵抗が1。ということは、電流の大きさはどうなるかって言ったら、上はまあ 0.5、まあ2分の1って書くね。上は2分の1。
下は電流は、まあ、1になる。これ数字書いてる意味わかる？まあ、こういうことね。豆電球1個、乾電池1個のこの回路の、この回路の電流を1とするとっていうイメージね。この回路の電流を1とすると、豆電球1個、乾電池1個の電流を1とすると、この回路は豆電球1個、乾電池1個、全く同じだから、これ電流1だ。で、この回路は豆電球が2つになっているから、通りにくくなっているから、これ半分になる、2分の1。だから、下を流れる電流が1で、下を流れる電流が1で、上を流れる電流が2分の1になる。ということは、ここ合流した後の電流はいくつになるか。合流した後は、1たす2分の1で、2分の3になる。ここを流れる電流は2分の3になる。ここがいいかな。だから、つまり乾電池から2分の3の電流が流れます。それが上を2分の1、下を1の電流が通ります。で、また合流して2分の3になって戻ってくる。こういうイメージね。いいかな。まあ、電流はね、電流って、まあ、例えば、水とかでよく考えるんだけど、水がこう、ザーって流れます。で、枝分かれして2つ、2分の3の水が流れます。で、それが上に2分の1、下に1を流れます。で、またここで合流して戻ってくる。こういうイメージです。ここがいいかな。じゃあね、下の回路。下の回路はどうやって考えるか言ったら、実はこういうふうにして考えちゃダメなんだ。なんでかって言ったら、ここは並列で2つに分けられるんだけど、ここ分けられないんでしょう。だから、上みたいな考え方にしたら間違っちゃう。じゃあ、どういうふうにするのって言ったら、今度はこれだけとこれだけを考える。じゃあ、まずこれだけで考えよう。これだけで考えると、抵抗はどうなるかな。これさっきやったって覚えてる？これ抵抗は2分の1になるって覚えてる？ 2 つの道ができたんだ。今まで1本道だったのが2個の道ができたっていうことは通りやすくなったんだ。通りやすくなるってことはつまり抵抗が半分になる。抵抗は通りにくさを抵抗っていうからね、これが半分になる。で、あとこっち側。こっち側は、これはもうそのまま抵抗は1だね。ということは、これとこれで全部の抵抗はいくつになるかといったら、1たす2分の1で、これ2分の3になる。2分の3の抵抗があるんだ。で、2分の3の抵抗があるということは、電流はいくつになる？抵抗と電流ってどういう関係だったか覚えてる？分子分母を反対にするんだ。だから3分の2だ。さっきやったら覚えてるかな。抵抗が2倍になったら電流は2分の1になるって。分子分母を反対にするって言ったよね。だから抵抗が2分の3になるってことは電流は3分の2になる。つまり、ここね、乾電池から流れる電流は3分の2だ。3分の2の電流が流れます。そしてここで枝分かれします。3分の2が半分ずつになるんだから、これは両方とも3分の1ずつ通ります。3分の1ずつ通ります。そしてまた合流して、この豆電球を通るときは3分の2の電流が通りましたっていう感じね。いいかな。で、これね、電流の大きさ全部やってるんだけど、電流の大きさってことは豆電球の明るさと一緒だから、だから下の豆電球と上の豆電球ね、比べたら、上は2分の1で書いてるから、下の豆電球の半分の明るさになる。こちらも同じですね。こっち3分の1で、こっちが3分の2って書いてるから、この豆電球の倍の明るさがこれ、これの半分の明るさがこれになる。ということね。いいかな。この回路とこの回路、ちょっとね、複雑な回路だけど、どういうふうにして豆電球の明るさを出すかっていうのは、こういうふうにして出すからね、しっかり理解していこうね。いいかな。はい。ではね、次行こう。次は問題だ。
で今回の問題、問題1番、実は今やったのと全く同じ。問題4ね、乾電池1個、豆電球1個をつないだときに流れる電流の大きさを1とすると、図の A から F を流れる電流の大きさはいくつですか？さっきやったのと全く同じ。自分でやってみよう。いいかな。では、A、B、C、D、E、F ね。それぞれの電流を出していこう。ではね、ここで映像を一旦停止して自分でね、解いてみてください。では、始め。入ってきたかな。では上から見ていくね。この場合どうするんだったっけ、覚えてる？上を流れるやつと下を流れるやつ、これを分けるんだよね。で上を流れるものっていうのは、上を流れるものっていうのは乾電池1個、豆電球2つだ。だからこうね、上を流れるものは豆電球2つだから、これは電光が通りにくくなるよね、2つもあるから。だから2になる。抵抗が2になるっていうことは、電流はその反対だから2分の1だから、まず1つ目の答え、これ A ね。 A は、 A の電流は2分の1になる。で、その下、豆電球1個、乾電池1個という、この下を流れる場合ね、この下側ね、下側を流れる場合、これ抵抗1ね。だから電流ももちろん1になる。これが下側だから B ね。で、C はどうやって出すかって言ったら、こことここが合流したのが C になるんだから、2分の1足す1で2分の3になる。これが C だ。これが C だ。ABC 以上ね。いいかな。あと DEF。これはどうやって出すかって言ったら、左と右で分けるんだよね。で、左側、つまり、並列。並列回路は、抵抗が半分になる。半分っていうのは分かる？二本道になるんだから通りやすくなる。だから抵抗が半分。で、右にある一つ。これは抵抗が1だ。抵抗が1だ。ということで、この2つで2分の1足す1の抵抗が2分の3になる。これ抵抗ね。抵抗が2分の3。ということは、電流は分子分母を反対にして3分の2だ。で、実はこの3分の2っていうのが、ここ流れる電流だから、F の答えになる。これが F。F の答えは3分の2ね。で、あと D と E だけど、F の3分の2がここでね、また2つに分かれてるんだから、3分の1ずつね。だから、ABCD と E ね。D と E は3分の1ずつ。ちょっとこっちから順番にしか解けないけど、まあ、3分の2が分かってたら3分の1、3分の1と2つに分けるということね。だから答え、A が2分の1、B が1、C が2分の3、D が3分の1、E が3分の1で F が3分の2。これが答えになる。できたから、ちょっと難しいけど、さっき説明ね、聞いたばっかりだから、自分で解けるようにね、していこうね。はい。では、次の問題ね。次の問題。次はスイッチを使った問題。丸のアと丸の2と丸の6、これがね、スイッチ。で、豆電球3つ。あとちょっと複雑にね、こういうふうな回路になってる。同じ種類の乾電池と豆電球 A から C、スイッチ R から U を使って、2つのような回路を作りました。
1番、2番、3番、ちょっとじっくり考えてみようか。では、映像を一旦停止して始めてください。はい、いいかな。では、1番から。すべてのスイッチを閉じたとき、明かりがつかない豆電球はどれですか？つまり、あも、いも、うもすべて通れるとね、このスイッチすべて通れるときにつかない豆電球があるんだよ。これ分かったかな？あれ全部つくじゃん。全部ぐるぐる回れるじゃん。ここも。ここも回れるし、ここも回れるし、全部回れるじゃん。全部つくじゃん。じゃあ、これ、つかない豆電球ないんじゃないかって思った人いると思う。でも実はこれつかない豆電球があるんだよ。どれかって言ったら、答えさっき言うと、答えは A だ。A がつかない。なんでか説明しようか。なんで A がつかないかって言ったら、プラスから電気流れます。そしてマイナスに戻ってきます。で、ここの途中の道、考えるんだけど、右に曲がってるな。じゃあ、右に曲がろうか。あ、2つ、道分かれたぞ。どっち通る？ここで選択だ。右を行けば A の豆電球に行く。まっすぐ行けば導線が続いている。で、例えばだけど、ここの場所、ここの場所に行くのに、上に行けば導線ずっと伝っていける。ここの場所に行くのに、下の道を通れば豆電球があって、あと通りに行く。どっち通るということだ。さっき言ったように、豆電球っていうのは、とても通りにくい道なんだ。だから、要はイメージこのようにね、とっても広い場所がある。みんなワイ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 って通っている。そこに急に細い道がに変わる。急に細い道がある。そしてそれが抜けたらまた広い道になるんだけど、こことっても通りにくい。それが豆電球だ。通りにくい場所なんだよ。じゃあ、通りにくい場所をここを通っていくか、何もない場所を通っていくか、距離は一緒。どっち通るってことだ。それは通りやすい道を通るよね。で、電気もみんなそうなんだ。通りやすい道通りたいんだ。だから、この場合、すべての電気がこっちを通る。となると、ここ電気通らないんだ。で、ここで分かれ道がある。上の道を行くと、通りにくい道が1個ある。ここまで行くね。下の道を通っても通りにくい道が1個ある。どっちも同じなんだ、条件が。どっちも同じだったら、どっちも電気流れますよということだ。だから、B と C はつくんだ。ということで、答え A がつかない。いいかな。導線と通りにくい豆電球があったら、すべて導線を通るからね。だから A はつかないってこと。いいかな。じゃあ2番。豆電球を全部つけるのは、どのスイッチとどのスイッチを閉じれば良いですか？まあ、1番が結構ヒントになるかな。答えは、要はここの道を離せばいいんだ。ね、ここの道があるとみんな上を通っちゃう。だから、この道をスイッチ、切ればいい。だから答えは、いとう。いとうね。これが答え。いとうのスイッチ閉じて、あは開いたままにしとくと、上の道ね、通行禁止になっていれば通れない。だから、電気はみんな右に行く。右に行くということは、A の豆電球がつく。で、A の豆電球がついて、2本道。上の道行っても、下の道行っても、通りにくい道が1つずつ。条件は同じだから同じように流れて、で、また合流して戻ってくる。だから、イとウが答え。で、3番、そう、イとウを閉じた場合、豆電球の明るさが最も明るいものはどれですか？わかったかな？実はこれ、さっきやったやつともうそっくりだ。さっきやったやつで何かって言ったら、この問題。並列と直列がくっついているこの問題と実はそっくり。なんでかって言ったら、豆電球ここと、こっち通りますよ。で、その後2本道ってことはつまり並列なんだ。並列で B と C 通って戻ってきます。つまり例えばここ10の電気が流れたとして、10流れます。2本道だから5ずつになります。で、 B と C は5を通ります。そしてまた合流して10で戻っていくっていうふうに考えたら、一番明るいのは A でしょ。10通って、ここ5と5になるから。だから、答えは
A だ。最も分かるようなどれですか、だから A ね。では答えない。いいかな、ちょっとね、複雑な回路とかあるけど、じっくり考えてやっていこうね。はい。ではね、今日の授業はこれで終わります。